どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、ウェアハウスロット1001-1901ナンバー2モデル4ヶ月目の色落ち報告になります。毎度変わらずになりますが、ラインナップはこんな感じです。1つ目に細かい色落ちをご覧いただいて、2つ目に着用選択頻度の報告、3つ目はね、まだね早いけど次履くジーンズどうしようか考えているというようなね、話をねしてあいなと思います。なのでこの3つになるので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、こちらが4ヶ月目のナンバー2モデルでございます。全体を見て感じるのは、やはり腰回りがね色落ち進行しているのではないでしょうか。サスペンダーの方もですね、多少ね変化が出てきているので、後にね触れていきたいと思うんですけども、細かいところいきます。さあ、まずはですね腰回りから見ていきましょう。まずはこちらの、結構ヒゲ出てきているんですよ。あの3ヶ月目とね、めちゃめちゃ劇的な変化があるかと言われたらそうではないんですが、かなり肉眼でもね見えるようになってきてるんですよ。ここら辺がお分かりいただけるでしょうか。結構変わってきているなというのが4ヶ月目にして感じる部分ではあります。こちらの逆サイドもですね、くっきりこの映像越しでも分かるのではないでしょうか。やっぱこの辺りがね目立ってすごいかなというふうに思います。かなり線も伸びてますんで、期待できる色落ちあるのではないでしょうか。あとね、ちょっと色が変わっちゃうんですが、この股の部分の縁の色落ち結構進行してるでしょう。お分かりいただけますかね。ここら辺もね変化しております。クロッチリベットちゃん。そしてこちらのねサスペンダーなんですけども、もう私毎日のように本当にこのパンツを履いてサスペンダーもしているので、かなりねレザーが柔らかくなってきております。それのせいかですね、たまにねこのボタンがねポロンとね取れるんですよ取りやすくなってまして、あんまりねこれね、いいレビューではないかもしれないんですけど、ちょっと柔らかくなってきてて、そういったことが起こってるんですよね。ここら辺はね皆さんにはねちょっとお伝えしておきたい事実ではあったので、ここら辺にはね触れておこうかなと思います。そして今回新たに触れるんですけども、この辺りの点落ちといえばいいんでしょうか、ちょっとねこう白くポツンポツンポツンと色落ちがあるというのがお分かりいただけるでしょうか。ここの部分でしたり、あとねここの部分がねやたらと目立っているんですよ。お分かりいただけるんでしょうか。こことかがねなんかポツポツっと出てきているので、このジーパンの特徴はそういった色落ちも見せるっていうことが、4ヶ月目、3ヶ月目もねちょっと出てはいたけど、なんか4ヶ月目にしてなんかよりくっきりと出てきているなという印象でございます。そしてももの部分なんですけども、下がりが出てきているんですよ。こちら観測できております、下がりひげなかなかね私下がりひげが出ないタイプなんですが、ここら辺映像越しでもね分かるようになってきているのではないでしょうか。ただ反対側はですね、あまり出てないのかなっていう感じがします。続いてはね膝と裾の部分なんですが、正直ですね膝の部分そんなに変わってないですあの何も変わってないんじゃないかな、これどうなんでしょうそんなに色落ちが進んでいない。ここの部分だけね多少色が変わってるっていうのはあるんですけど、そんなに変わってないですねこっちに関しては。そして裾の部分ですね、私ロールアップダブルターンアップをしているんですけども、それをやっていてもこっちの裾ひげがちょっとね姿を現しています。ずっとダブルターンアップをしているんですけども、なんかここにやっぱ形がついてきてしまうのか、この形付きがあることによって色落ちがね進行してるというのが見受けられます。はい、続いては後ろです。
後ろもね微妙な変化を遂げておりまして、まあ、4ヶ月目はねこのぐらいなのかなとねちょっと悔しい部分ではあるんですが、変化はね色落ち進行してますのでちょっと見ていきます。特に変化している部分はですね、こちらちょっとズームするんですが、ここの縁の部分とこのヨーク付近ですね、ここら辺にね色落ち進行がよく見られます。お分かりいただけますかね、このパッカリングといえばいいんでしょうか、ここら辺がね徐々に、ね、出てきているというのが、まあ、見受けられるのと、あと新地バッグのところですね、割とここの部分色落ち進行しているんですよ。なんかかっこいいっすねこの感じここだけでしかね、まあ、見れないんですけど、まあ、こういった色合いが、まあ、全体に広がっていくのかって思うとちょっと楽しみではありますかね。こちらも結構色変わってますでしょう。いい濃淡が出てきているなという感じがします。でこれはね余談なんですが、ちょっとね新地バッグのところ、私前はですねここに針を刺していたんですが、ちょっとねきつくしました。ちょっとなぜかですね、サスペンダーをしていないタイミングも日常でありまして、その時にですねなんかやたらとウエストが大きくなったなという感覚があるのでちょっとね締めて今着用しております。これは余談なんですが、ちょっとぶっ刺す位置をね変更しました。お尻のこう色落ち濃淡具合はなんか個人的に好きですね。またデッドストックブルーではね見られないような風合いが、まあ、出てきている感じがするので、ここら辺はねちょっと追っていきたいですね。はい、続いては蜂の巣と桃浦なんですが、あんまここは変化してないかな。なんか若干変化を感じられたのはこの桃浦のところに形が2本ついているっていうところ、この2本なんですけど、私の履き方の特徴なのか、こういうふうにね線が斜めに入るんですよ。この色落ち、ここの部分の色落ちがねバックスタイルのこう厚みをね見せてくれるところではあると思います。そして蜂の巣はこんな感じですね。あんま変わってないなねえ、おいもうちょっと変わってくれよっていうのがちょっと本音ではあるんですが、まあガシガシね、ここからもね履いていきたいなと思います。はい、そんな感じで後ろは以上になります。では続いては洗濯頻度などいきます。はい、細かい色落ちご覧いただきありがとうございます。続いてはね着用洗濯頻度の報告なんですけど、まずはね着用頻度から、休みの日に、まあ、履いていない日が1日あったので約30日間ぐらい履いていたと思います。また着用時間は、まあ、仕事の日は変わらず8時間がベースで、長い時間だと10時間ぐらい履いているっていうのはもう変わらず一緒です。そして先月ですね、先月はですね上下デニムを着て3ポイント、私の趣味であるバスケットボールの3ポイントを100本打ったら何本入るかというね企画をやった際にですね、かなりね汗を吸ったのと、こういうね動きがあったので、まあそこでね何かしらの影響は出ていると思います多分。で現時点だとねかなりねこう汗を吸っている状態ではないかと思うほどですけども、そんなね汗臭さはまだないのかなっていう感じはします。まあわかんないです、人によっては臭いのかもしれないですけど、まあそんな感じです。で続いては洗濯頻度なんですが、まだね0回です、洗っておりません。ですので、まあ、乗り落としの1回だけになりますね。ここは変わらずです。で4ヶ月経ったんで、まあ、そろそろ洗濯してもいいかなと思う反面なんですけど、なんかここまで洗わなかったらまだちょっとねやめておこうかなっていうね、なんか葛藤が自分の中で起こっているっていうのがですね現在の私の状況です。まああんまね洗わなさすぎもね、まあ、私としては嫌なので、まあ、そろそろ洗おうかなっていうふうには思ってはいます、多分。で続いてはですね、まだまだ早いんだけど、次履くジーンズどうしようか、もうねすでに考えてしまってるんですよね、候補は、まあ、すでに
ありまして、まあ、そこをねどれにしようかとね考えているところでございます。まだまだ、まあ、時間があるので、もしかしたらね他にもいい候補がもしかしたらね出てくるのではないかと思っているので、まあ、現段階ではねこう決めるっていうことを、まあ、してないんですけども、まあ、候補はジェラードの 301EWX かドゥニームの来期に出る2型ですね。 WX モデルかビッグ E モデルの2型なので、まあ、現時点で3本ね候補があるっていう感じです。いやこれね迷うんすよめちゃめちゃ迷う。ちなみにここで皆さんにねちょっと質問させてもらいたいんですけども、まあ、この3本の中、今言った私の3本の中でしたら、皆さんだったら履きたいジーパンはどれですか？またこの3本の中で私に履いてほしいジーパン、もしあるとしたらどれですか？もしくは、まあ、皆さんが次履こうと考えているジーパンって何ですか？っていうところ、この3点ですね、ちょっとね聞いてみたいなというふうに思ってまして、まあ、ここら辺をコメント欄にねぜひ書き込んでいただけると嬉しいです。でそろそろねウェアハウスは卒業かなっていうふうにはね考えているんですよ。いろいろ本当にね学ばせてもらいましたし、まあ、皆さんとこうやってねやり取りができるっていうようになったのはもうウェアハウスさんのおかげなんですけども、ただねもしかしたらまた面白い企画出してくんじゃねえかってね私はですね今から、ね、怯えてますまあとまあですね、まあ、現段階の、まあ、中ブラリンな状態をですね、まあ、今日はねちょっとシェアさせてもらいました。まあ、決めた際にはまた動画で報告共有させてもらいたいと考えてますので、その時もねぜひよろしくお願いします。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。また来月にも報告の動画上げますので、こいつですね、こいつの5ヶ月目ちょっとねそろそろね劇的な変化ね迎えてほしいなと思うんですけどまあ徐々にねこう積み重ねていきたいなと思ってますんで、まあ、ぜひまた私のチャンネルに遊びにいらしてください。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。